はい、皆さんこんにちは。見てください、これブーンってすごくない？ちょっとね、これさっき作ったんですけど、こういうちょっと複雑なアニメーションが、私がいつも使ってるプロクリエイトっていうお絵かきソフトで作れるようになりました。で、先週ですね、プロクリエイトがアップデートされて、バージョンが5になりました。で、この5になってプロクリエイトがですね、すごく変わったので、今日はですね、このプロクリエイト5の新機能を、たくさん紹介していきたいと思います。今見せてるのはアニメーションの機能なんですけど、他にもブラシの、新機能だったりとか、あとカラーパレットの新機能とか本当にたくさんあるので、今日はですね、それギュッとまとめて紹介していきたいと思います。で、すでにプロクリエイト持ってる人はアップストアのところからアップデートっていうボタンを押してください。で、持ってない人はですね、この機会にぜひですね、プロクリエイト買ってほしいなって思います。あの、私の YouTube でもすごいね、たくさんプロクリエイトのチュートリアル出してるんですけど、もう一番ゴリ押しでおすすめのアプリなので、1200円ぐらいで買えるので、ぜひね、検討してみてください。で、今日紹介するのは全部でこちらになります。細かいアップデートもたくさんあるんですけど、その中でもこれだけ押さえてっていうのをですね、メインに紹介していくので、概要欄の方にもですね、タイムラインでジャンプできるようなブレッド書いてあるので、よかったらそこからジャンプしてもらっても全然 OK です。で、この画面ね、スクショして後から復習用にもね、使ってもらったらいいと思うので、ぜひですね、プロクリエイト5マスターしていきましょう。はい、じゃあまずはじめですね、キャンバス設定がいろいろ変わってるので、そこから見ていきます。右上のプラスボタンから新しいキャンバス立ち上げるんですけど、その中にですね、この右上、プラスの黒いボタンが新しく追加されてます。で、ここで細かいキャンバスの設定がいじれるようになったんですけど、まあ、キャンバスの幅とか高さっていうのは、以前からあった項目なんですけど、注目してほしいのがですね、ここの左側の項目にカラーのプロファイルっていうのができてます。で、ここでカラー設定ができるんですけど、今まで RGB 一つだけだったのが、この RGB もたくさん種類があるし、プラス CMYK でですね、イラストが描けるようになりました。で、これ印刷する人にはね、すごく便利な機能で、RGB で書いて印刷しちゃうと色変わっちゃったりするんですけど、まあ、印刷するであろう時はですね、 CMYK の設定にしてから始めると、色の誤差っていうのがなくなってくるので、ぜひね、この CMYK 覚えてください。で、あとはですね、タイムラプスの設定も変わりましたね。ここ見てもらうと分かるんですけど、 4K でなんと書き出しできるようになってますね。すごい高解像度で書き出しできるみたいなんですけど、タイムラプスっていうのは、お絵かきした一連の流れを最初から最後までを早回しで、つなげてくれるっていう機能になります。設定のところからタイムラプスで書き出すっていう項目があるので、ここを押すとですね、例えば今このサンタの、クリスマスカードを書いたやつなんですけど、これを一番最初の下書きのところから色塗るところまでっていうのを全部早送りでつなげてくれます。なので、どういうプロセスで、この絵を描いたかっていうのがすぐにパッと見でわかるっていうのがすごいいいところですね。で、この動画とかね、 YouTube とかで流したりしてる人もいるので、ぜひね、 4K 書き出しで YouTube にアップしてみてください。で、次です。カラーパレットとシェイプについて話していきます。ちょっとこのね、ロケットの絵を描いて説明していきたいんですけど、まずシェイプから。で、シェイプっていうのは何かっていうと、楕円形とか四角形とか直線を適当に描いてグッてホールドすると、その形がですね、綺麗な楕円になったりって変形してくれるっていう機能なんですけど、これをシェイプと呼びます。で、今まではですね、このシェイプを綺麗な正円にしようと思ったら、左指1本指でこうやってタッチしながらドラッグするっていうのをしなければいけなかったんですね。でも、これが5で変わりました。上部のところにシェイプ編集っていうところがあって、これを選択すると勝手にこんな風に綺麗な正円にシェイプ変形してくれるようになりましたね。これめちゃくちゃ便利な機能です。で、しかもここ点点点があると思うんですけど、パスみたいな感じでアンカーポイントが打たれて、このアンカーポイントを後から編集することができます。なので、すごいね、なんか細い楕円形を作ったりとか、綺麗な楕円形を後から自由に変形することができます。
で次カラーパレットなんですけど、プロクリエイトでは色の塗りつぶしをするときに右上のカラーボタンからこんな感じで色を投げ込むようにすると色を塗りつぶしたりとか切り替えたりっていうのをすることができます。でこんな感じでね、あの色をポンポン切り替えていくんですけど、いちいちこの右上のカラーパレットを出すのめんどくさいじゃないですか。でプロクリエイト5になってからこのカラーパレットをですね独立させることができるようになりました。このカラーの上のタブのところをギュッて引っ張るとこんな感じでカラーパレットが外に飛び出してきますね。なのでこれ左側に置いても下に置いても上に置いても好きなところにこのカラーパレットを配置させることができます。なのでこの状態で色をねこんな感じで選んで、で右上のカラーボタンから放り投げてあげるっていうのをするとすごく色の切り替えが早くできるので、これもねすごく直感的でいいなって思います。であとはですねこのカラーパレット下のところに、履歴っていうところが増えてますね。これカラーのヒストリーがここで選べるようになりました。これねめちゃくちゃ助かりますって感じですね。あの今までね色の履歴が見れなかったので、1個前に選択した色とかその前の前の前に選択した色とかが取れなかったりしたので、これからはですね10個ヒストリーがこの下のところに出てくるので、前使った色を使いたいときはこの履歴のところから選択してください。であとはねカラーハーモニーっていう機能が追加されてて、この下の真ん中のタブがハーモニーっていうところなんですけど、これは何かっていうと、今選択している赤色と合う色をですねおすすめしてくれる機能です。で今このでっかい丸の周りにちっちゃいチョボがねこうついて回ってきてると思うんですけど、これがおすすめカラーですね。なのでこのちっちゃいチョボのところ、例えばオレンジを選択してこの状態で、バケツから放り込むと、この赤色と、まあ、類似色っていうねオレンジのカラーでいい配色でこのロケットを仕上げることができるっていうすごいいい機能ですね。なので色の知識とかない人でもこのカラーハーモニーを使うとなんとなくおしゃれなデザインというか色の配色で絵を描いたりすることができるという機能です。で今左上のところ類似色ってなってるんですけど、この類似色タッチすると他にも補色とかトライアングルとかっていうのがあるんですけど、例えばこれ補色だと、赤色と反対側の色ですね、赤色だと緑で青色だと黄色みたいな感じで反対色をこうサジェストしてくれます。で今補色選んだんですけど、他にも二重補色とかトライアングルっていうのがいろいろあるので、ここでね、まあ、自分が合うやつを選んでもらえればいいと思います。はい、で次なんですけど、選択範囲について話していきます。で前回作ったこのデザインでデモしていきたいと思うんですけど、この蝶々のところをですね選択してコピペまずしていきます。で選択するときは左上の選択ツールですね、ここなんですけど、これを選択した状態でこう蝶々をですね囲ってあげます。で囲ったら矢印ツール、この右側ですね、矢印ツールに持ち替えて3本指で上からシュッてすると、コピー&ペーストっていうのが出てきます。でそうするとこの蝶々が複製されてコピペされるっていう感じですね。でこれがコピペの機能ですごく便利なんですけど、例えばこれ選択範囲を1回解除しちゃうと、でもう1回ねこの蝶々をコピペしたいってなるともう1回これ選択範囲を作らなきゃいけないんですよ。これが結構めんどくさいですね。で選択範囲解除してもう一回コピペしてもう一回選択範囲作ってコピペしてっていうのをやらなきゃいけなかったんですけど、プロクリエイター5になってからこの選択範囲を保存することができるようになりました。でさっきと同じようにこんな感じで蝶々を今選択してる状態なんですけど、この下のバーのところにですね保存と読み込みっていうボタンがあります。でここにプラスボタンがあるのでプラス押すとこの選択範囲がですね保存されます。でこれねフォトショップ使っている人だと結構馴染みがあるかと思うんですけど、これ何かっていうと、一回こんな感じで選択範囲解除しちゃってももう一回選択のところ押して下のツールバーのところの保存と読み込みのところからさっきの選択範囲をポチッと押します。
でそうすると長女のところに選択範囲がねちょっと薄く、ね、見えにくいかもしれないんですけど選択範囲が作られてるんですよ。なのでさっきと同じように矢印に持ち替えてこうやって移動させたりっていうことができるようになります。いちいち選択範囲を何回も何回も囲わなくてもこの保存したところからですね再読み込みできるっていうのが選択範囲の保存になります。これねすごく便利なのでぜひ覚えてください。はい、で次クローンツールについて紹介していきます。さっきのコピペとちょっと似てるんですけどこの調整パネルのところにですね新しくクローンっていう項目が増えています。でこの一番下のクローンを選択してそうすると今画面上にこういう楕円形の丸が出てきてると思うんですけどこれがターゲットツールになります。でこのターゲットを今蝶々のところの上に配置してでこの状態で好きなところを適当にアップルペンシルで塗ります。でそうするとこのターゲットに指定したところの蝶々が複製されて同じように塗ることができるんですよ。これすごくないですか。フォトショップにもコピーツールっていうのがあるんですけどそれと全く同じような機能になりますね。なのでフォトショップの機能がどんどんプロクリエイトにも搭載されてるなっていう感じがします。なのでこういう複雑な絵とかもねターゲット指定してあげてアップルペンシルでゴリゴリするだけでコピーできるのでまあ人をねたくさん描いてる時とかあとはなんだろうパターン描いてる時とかにも使えるかな。まあいろんな場面で使えると思うのでそこはアイデア次第で皆さん活用してもらえればいいと思うのでぜひこのクローンツール覚えてください。はい、で次ブラシについて話していきます。でブラシはですねすごいたくさん新しいブラシが増えたのとあとブラシスタジオっていうブラシをですね細かく設定できるカスタマイズできる機能がついたのでそれについて話します。で例えばなんですけど今これデフォルトのブラシの中のフレーシネっていうブラシを使って、まあ、適当に文字を書いてます。でこれカスタマイズする前のブラシなんですけどこれを、このブラシをカスタマイズしていきます。でカスタマイズするときは、念のためこのブラシを左にスワイプして複製しておいてください。元々のオリジナルのものは残しておくっていう感じです。でこの複製したものをタッチすると、これブラシスタジオっていうんですけどこういうカスタマイズできる設定画面が開かれます。で左で細かいブラシの設定していくんですけどこの右の画面がですねプレビューの画面になります。なので今設定しているブラシがどんな風に見えるのかっていうのはここで確認していきます。で指3本指でシャシャッと左右にスワイプすると消えます。でもう一回新しいのが書けるっていう感じですね。で例えばですけど左のところから、まあ、適当にこの設定をいじるとプレビューのところが今変わってるの分かりますか。書いたやつがどんどん変形していってくれるって感じですね。なので皆さんはこの左のスライダーをねこうどんどんいじってで右のプレビューを見てあこんな感じいいなって思ったら OK 右上の完了ボタン黄色い完了ボタンを押してメインメニューのところに戻っていくっていうような感じです。でもしですね色のブラシでプレビューをしたいときはこの上の描画パレットっていうところに色の項目があるので、まあ、適当に色取ってこうやって書くと、まあ、色付きでどういうプレビューになるのかっていうのも教えてくれます。で今ざっくりブラシスタジオで設定変えたやつで書くとこんな感じですね。よりザラザラな感じで、ニューっていう文字を書くことができます。でこのブラシスタジオなんですけどすごいね面白い機能が追加されててそれがですねカラーオプションっていう機能です。でこれ何かっていうとアップルペンシルの傾きだったりとか筆圧とかに応じて、色をですね変色させてくれるっていう機能です。で今スタンプカラーのジッターっていうところの色相のスライダーをちょっと上げてレベル上げて書いてるんですけどこれは簡単に言うと、まあ、なぞるとですねランダムに色を変えてくれるっていう機能ですね。でちょっと見てもらうと分かるんですけどこのドットごとに色が少しずつ変わってるのが分かると思います。
でこれねちょっと説明するのが難しいんですけど、実際書いてみてズームするとわかると思います。こんな感じでランダムに色がどんどん変わってくれるんですね。でこのさっきのスライダーの色素のところのパーセンテージを上げれば上げるほどこの色の変色率っていうのが大きくなってくるので、まあオレンジからブルーまですごい色が変化していくっていう感じになりますね。であと面白いのがですね、ここの下にカラー筆圧っていうのがあるんですけど、ここの色素をこうやってパーセンテージ上げて書くと、アップルペンシルを強く書いた時と弱く書いた時の色が変わるんですよ。見てください、これすごくないですか。これがねめちゃくちゃ面白くてすごい病みつきになるんですけど、ぜひねこれやってほしいです。でこのカラー筆圧の機能を使うとですね、結構おしゃれ文字みたいなのも書けるようになるので、ちょっと一個書いてみますね。はい、でこんな感じでサクッとですけど、まあ、こういうねカラフルな文字書けるので、なんかクラブナイトクラブのフライヤーとかにいいかもしれないですね。ぜひ使ってみてください。であとちょっと細かいんですけど、ブラシをですね組み合わせるっていう結合することができるようになりました。で例えばですけど、今これ2本ねブラシがあったとして、この2つをですねダブル選択します。横にスワイプすると複数選択になるんですけど、この状態で右上に組み合わせるっていうボタンがあります。でこれを押すとこの2本のブラシが、結合するんですね。でその結合したブラシが下に表示されるんですけど、それで書いてみると、まあこういうですね不思議なブラシが勝手に完成してしまうという面白い機能ですね。まあこれはですねなかなか狙ってやってもうまくいかなさそうなんですけど、まあその時は結合したブラシをまたブラシスタジオからですねいろいろカスタマイズできるの で、しかもですねこの左上2本の結合したブラシ個々でいじることができます。なのですごいね複雑な工程にはなってくるんですけど、まあブラシをね自分で作ってみたいっていう人はこの結合機能とかも使って面白いブラシ作ってみてください。でブラシの最後ですね、フォトショップのブラシを読み込めるようになったので、それのやり方を紹介しておきます。ブラシライブラリのところからプラスボタンで、右上に読み込むっていうボタンがあるので、この読み込むボタンを押すと、ファイルアプリが立ち上がるので、この中から自分の好きなファイルにアクセスすることができます。なので iCloud ドライブとかの中に自分のフォトショップブラシを保存しておいて、このプロクリエイトで開いて、まあ、タッチするだけですね。そうするとプロクリエイトのブラシの中にフォトショップブラシが入ってきます。でこの左上のタブのところにですねどんどん追加されていくので、まあやりたい人はですねどんどんフォトショップブラシ読み込んでお絵かきね楽しんでもらえればいいと思います。で最後です、やっとアニメーションの機能を紹介していきます。こういう感じのねロケットが下からボーンって発射していくようなアニメーションを作っていきたいと思うんですけど、まず最初にこの Procreate 5のアニメーションのですね基本をちょっとお伝えしておきます。でアニメーション作るときはですね、一番左上ギアマークのところから、キャンバスっていうタブ、この中にアニメーションアシストっていう項目が新しく追加されているので、これをオンにしてください。でそうすると下にですねバーみたいなのが出てきて、これがアニメーションのフレームを扱う機能なんですけど、この下のフレームのところをメインに使っていきます。で例えばですけど、ちょっとはじめリンゴを1個描きます。でこの状態で下のタブのところにフレームを追加っていうボタンがあるので、これを押します。でそうすると新しい空白のフレームがですね右横に現れます。でここにですねさっきと同じようにリンゴをですね描いていくんですけど、ちょっとずらして描きます。
で書けたらまたフレームを追加のボタンを押して、で3個目のリンゴを書きます。でこの時もちょっとずらして書く、こんな感じですね。でこれをですね何回も続けていきます。でそうするとパラパラ漫画みたいな感じでこうフレームがですね1個ずつ増えていって、それを後でつないだ時に1枚のアニメーション、ジフアニメーションになるというような感じになります。でこの下のタブのところですね、設定ボタンっていうのもあるんですけど、ここにですねフレーム、これを速さですね、アニメーションの速さをいじったりとか、あとはオニオンスキームのフレームっていうのがあるんですけど、これはですね1個前の、コマを何枚表示させるかっていう設定になります。でその下オニオンスキンの不透明度っていうのは前のコマをどれくらいの不透明度で表示させるかですね。あんまり濃すぎると書きにくくなるし、まあ不透明度下げすぎて見えなくなっても今どういう状況かっていうのがわからなくなっちゃうので、この不透明度のところをうまくコントロールしながら、次のコマを書き進めていくっていうような形でやっていってください。でこれどんどんねコマを新しく追加して書いていくんですけど、一個一個ね書いていくのめんどくさいじゃないですか。でその時はですね複製するっていう項目があります。で複製する時はこのフレーム追加っていうボタンをですね長押しするんですよ。そうするとこのラストのコマの同じものがですね複製されて、今同じ絵っていうのが最後2枚、重なっている状態なので、この状態で矢印ボタン選択でちょっと移動させます。そうするとこんな感じでね移動するので、また同じようにフレーム追加を長押しで矢印ボタンに切り替えて移動させる、でフレーム追加長押し矢印ボタンで移動させるっていうのを繰り返していくと、かなり早くこのアニメーションを作ることができます。でできたらこの下のタブの左再生ボタンを押すと、プレビューですね、再生してくれます。こんな感じでリンゴが落ちたような感じのアニメーションを作ることができます。で後から設定のところでねこのフレームを変えると速さが変わってくれるので、まあ、自分の好きな速さにここでコントロールしてください。でこれを踏まえた上でですね、さっきのロケットのアニメーションを作っていくので、サイズ変形とかしたりして、スタート位置にこのロケットを設置してください。でそしたら左上のギアマークのところから、キャンバスのタブのアニメーションアシストをオンにします。で下のタブを表示させて、でこの状態でどんどんさっきと同じように複製させていくので、複製するときはこのフレームの追加を長押しです。そうすると同じレイヤーというかフレームが複製されます。でこの状態で矢印ボタンに持ち替えてちょっと上に持ち上げてあげる、これくらいかな。でどんどん上に持ち上げていく感じになるので、同じようにフレーム追加を長押しで矢印ボタンに持ち替える、でちょっと上に上げるっていうのをですねどんどん繰り返していきます。でこんな感じかな。とりあえずこれでロケットのところ完成です。で再生ボタンを押してみます。こんな感じね、ビューンって最初はちょっと速度遅めでだんだん速くなっていく感じで作りました。でこの最後のところですね、空のフレームをいくつか追加してあげるといいと思います。でこっからなんですけど、一番初めのフレームに戻して煙がですねブワーって出ていっているようなアニメーションを作っていきたいと思うんですけど、その時はですねブラシの中の水彩っていう項目の中にマットスプラッシュっていうブラシがあるので、これでですね追加して描いていきたいと思います。色は白でブラシのサイズ小さめで描いていきます。で最初の方のフレームはですねいくつかちょっと複製しておいて、最初じーっとしててだんだんバーって出ていくような感じにしていきたいと思います。で3枚目ぐらいのフレームからこのマットスプラッシュでこの煙を描いていきます。
で、だいたい出来上がってきたので、ちょっと再生ボタンを押してみます。うん、こんな感じで一気にね、ブーンっていく感じがいいですね。なんかこの煙の出方とかちょっと難しい、書くの難しいかもしれないので、何回かこうプレビューしながら、こうね、スライダーでプレビューしながら作っていくのが一番いいかなと思うので、これはちょっと練習を重ねて上達していってください。で、最後ですね、背景をちょっとつけたいんですけど、背景つけるときはこのレイヤーパネルのところから空のレイヤーを1個追加して、これをですね、一番下に持っていってください。で、この状態でアニメーションフレームのところ行って、この空のレイヤーのところをタッチすると、背景っていうボタンがあるんですね。で、この背景のボタンを押すと、このレイヤーっていうのは常に背景レイヤーになります。で、ちなみにこの左のレイヤーパネルと下のアニメーションタブっていうのは、連携してます。で、この状態で背景レイヤーのところに星だったりとか、ちょっと宇宙の感じのレイヤーを描いていきたいと思います。で、このブラシの中の、キドっていうボックスの中に新しくネピュラっていうブラシが入ってるんですけど、これがですね、すごく宇宙の表現をするのにめちゃくちゃいいブラシなので、これも新しいブラシですね。よかったら使ってみてください。こんな感じでちょっとブラックホールじゃないけど、星の集合体みたいなのが簡単に描けるブラシです。ネピュラと言います。で、こんな感じでできたら、今レイヤーパネルのところを見ると、一番下にですね、この背景レイヤーが来てます。で、アニメーションタブのところにもこの背景レイヤーっていうのがあって、背景のボタンがオンになっている状態です。で、そうするとこの背景レイヤーっていうのは常に一番後ろにあって固定されている状態で、で、その前のアニメーションっていうのは常に動いているような感じですね。背景に設定してると絶対に動きません。固定されている状態です。で、最後ですね、ちょっと地面だけ描いて完成に持っていきます。はい、じゃあこんな感じで完成になります。結構ね、面白い感じになったなと思うんですけど、アニメーションのところも結構こだわって描いてるんですけど、背景をですね、ちょっと複雑な背景を描いてあげるだけで、それだけでなんかおしゃれなアニメーションを作ることができるので、ぜひですね、この背景レイヤー、背景ボタンっていうのも覚えて、それを活用してほしいなって思います。で、最後これアニメーションの GIF で書き出していきます。で、書き出すときは左上の設定のところから、書き出し共有のところですね、この下にアニメーション GIF っていうのがあるので、これを押します。で、そうすると今プレビューが見れてるんですけど、ここでもですね、フレームの、速度を変えることができるので、このフレーム秒って書いてあるとこですね、ここでコントロールして、最終的にどれくらいの速さで書き出すかっていうのを選択して、で、この状態で書き出すボタンを押して終了になります。で、こんな感じで写真フォルダの中ね、完成品が入ってます。いい感じじゃないですか、結構ね、うん。はい、で、GIFでね、書き出したら、GIFはですね、ずっとループするんですよ、こんな感じでね。で、MP4 で書き出しっていうのもあるんですけど、 MP4 で書き出すと1回だけですね、1回再生のみなので、ぜひ GIFで書き出すのをおすすめします。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。結構長かったですけど、これ何回も見てもらってね、プロクリエイト5をですね、ぜひ攻略してほしいなって思います。で、ぜひですね、皆さんが作ったアニメーションとかも見てみたいので、よかったらですね、ツイッターで私のハッシュタグとかつけてツイートしてもらえると、私そのアニメーション見れたりするので、ぜひね、投稿の方お願いします。で、 iPad Mate の方はですね、このプロクリエイトのオリジナルデータ共有しますので、ぜひですね、そっち見て研究してください。で、あとですね、プロクリエイト5のブラシ設定ですね、めちゃくちゃたくさんあるので、私も頑張って研究してそれシェアできたらいいなって思ってるので、 iPad Mate の人ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということで今日は以上です。この動画が役に立ったらぜひいいねボタンをよろしくお願いします。はい、では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。